りの天才を失ったバルサファンの声がこちら。バルセロナのアカデミーラ・マシアで育ち、その後、世界的な活躍を続ける二人がいる。その一人が、オランダ人で現在 RB ライプチヒに所属する20歳のシャビ・シモンズ。そして日本人で現在レアル・ソシエダで活躍する21歳の久保建英だ。今季絶好調の二人、まずはその結果を見てみよう。シャビ・シモンズ今季5試合出場、3ゴール、4アシスト。久保建英今季5試合出場、3ゴール、1アシスト。今や世界でも名を馳せる2名の天才プレイヤーたち。アカデミーで育ちながら巣立ってしまった選手をどう思っているのか。バルサは二人をタダで失った久保はレアル・マドリードの選手だった。ライバルが作ったらマシアの製品であることに変わりはない。二人とも必要だ。久保は本当にドリブルの技術が高く、試合を読む目もある。アシストもできるし、どこからでもシュートを打てる。今、ラリーガで最高の攻撃的ミッドフィルダーの一人だ。久保がバルセロナを去らざるを得なかったのは、未成年との契約に関する規則を遵守していなかったとして、FIFAからクラブに対する制裁を受けたからである。シモンズはラマシア出身だが、数年前、バルサは彼が退団したことを喜んでいた。面白いもので、バルセロナを去った後、二人とも上達した。二人ともバルサで見たい。ペドリ、ガビと並んで。リアルアカデミー選抜で世界取れる。コーチはイニエスタでよろ。監督はペップがいいです。ジャビはアシスタントコーチで。メッシは名誉顧問でいいかな。マジな話戻ってほしいね。なんだかんだバルサアカデミーすごすぎる。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。